皆さんこんにちは。フィルムカメラ系 VTuber のボブスクラです。今回はフィルムカメラを使ったことがない人、初めて使う人のためにフィルムカメラを買って撮影して現像するまでの流れを解説します。それでは早速フィルムカメラを買いに行きます。はい、某所にあるハードオフにやってきました。フィルムカメラを買うことができるお店はたくさんあるんですけど、今回はハードオフでジャンクのカメラを買ってみようと思います。ハードオフの奥の方にあるジャンクコーナーでカメラを探してみましょう。このように箱の中にたくさんカメラやレンズが入ってますね。箱の中を見てみます。なるほど、なるほど。このキャノンのニューイオスキスはいけそうですね。ストラップもついてるので、今回はこのストラップを使うことにします。あと、このキャノンイオスキス3も使えそうですね。カメラ本体とレンズがくっついてるコンパクトカメラにいいものがなかったので、今回はこの2台を買うことにしました。一応動かなかった時のために2つ買うことにしました。今回選んだ2台は、レンズが交換式で、レンズが別売りなので、レンズも探します。このキャノンのレンズが使えそうですね。というわけで、カメラ2台とレンズ1本を買いました。締めて1650円。レジ袋を買ったので、1655円でした。さて、ここからは補足です。今回は、ハードオフでジャンク、つまり壊れている可能性がある、保証のないものを買いました。当然なんですけど、買ってきても壊れていて使えない可能性があります。返品もできません。その代わり値段が安いです。つまり自己責任ということですね。もしハードオフなどでジャンクを買う時のポイントとしては、まず実際に撮影に使えるものを探すなら、こういう感じの見た目がプラスチックでできている感じのする、電池を入れてモーターで動く感じのする、そういうものがいいと思います。逆に、こういう金属の見た目で、クラシックな感じのするフィルムカメラは、ハードオフとかのジャンクを買ってもほぼ確実に使えないです。そういったクラシックなカメラは保証付きのものを買った方がいいです。また、電池を入れる部分が液漏れしているものや、外装の部品が割れていたり、それから部品がなくなっているものはやめた方がいいです。今回は、レンズを別に買いましたが、ジャンクのレンズを買うときは、レンズの中を目で見て、明らかに曇ってる。つまり、反対側が見えにくくなっていたりとか、カビが生えてる。つまりレンズの中がクモの巣が張ったようになってる。そういうものはやめといた方がいいです。要するに、綺麗なものを買うといいですね。カメラの買い方についてさらに話すと、今回は安く買うっていうことを優先してハードオフで探したんですけど、もちろん確実に撮影できるフィルムカメラを買うなら、整備されてて保証のついたものを買った方がいいです。特にこういうクラシックな見た目のフィルムカメラは、整備済みのものじゃないと NG くらいに考えておきましょう。実際にカメラ屋さんに行って買う場合、東京なら新宿とか秋葉原、大阪なら梅田あたりに中古屋さんがたくさん集中してます。それ以外の地域にも中古カメラ屋さんというのはたくさんあります。また、地方にも展開してるチェーン店だと、カメラの北村が使いやすいですね。こういうクラシックなカメラの場合、整備済みだとざっくり2万円くらいからっていう感じでしょうかね。また、今回ジャンクで買ったようなプラスチック製のカメラで動作確認済みのものってなると、5000円から1万円くらいからというところでしょうかね。さらに、こういう新品のフィルムカメラも、だいたい4000円から6000円くらいで買うことができます。性能とか写り自体はそれなりで、写るんですとほとんど同じで、まあマニア受けはあんまりしないんですけど、新品でちゃんと使える製品だっていうことを考えると、まあ適正な値付けなんじゃないかなと思います。次に電池の話です。今回買ってきたような1990年代からのフィルムカメラはリチウム電池っていうカメラ用の電池を使うものが多いです。なので電池を買う必要があります。今回買ったカメラだと片方は CR123A、片方が CR2 っていうリチウム電池をそれぞれ2本ずつ使います。リチウム電池の値段はヨドバシカメラとかビッグカメラだと2本セットでだいたい800円ぐらいですね。Amazon だともっと安く売ってることがあります。はい。というわけで、家に帰ってきて、今回ハードオフで買ったジャンクカメラに電池を入れて動作を確認してみます。電池を入れて、はい。どちらも動きましたね。両方とも動いたので、今回は年式が新しい
キャノン EOS KISS 3 の方を使うことにしました。ジャンクカメラを買うっていうのは安い代わりにちょっとギャンブルめいたところがあるので、こうしてちゃんと動いた時は安心します。カメラを掃除します。先ほどの映像のようにハードオフのジャンクコーナーは商品が雑多に並べられているので、カメラとかレンズ結構汚れてるんですね。なので掃除します。とりあえずまず外装を拭いていきます。それから今回私は内部のミラーとか、それからレンズの表面も拭いたんですけど、初めてフィルムカメラに触る方にはちょっと拭くのは難しいと思うので、解説欄にニコンの公式チャンネルにアップされているレンズの拭き方の動画を貼りました。そちらも参考にしてみてください。ストラップもカメラから外して選択します。それから場合によっては、特にこういうキャノンとか、あとニコンの一眼レフの場合、カメラのグリップ部分の素材が経年劣化でベタついてることがあるんですね。これは無水エタノールで拭くと取れるんですけど、詳しくは別に動画をアップロードして解説します。次にフィルムカメラなのでフィルムを買います。新品でも中古でもジャンクの場合でも、カメラ本体とフィルムっていうのは別売りです。フィルムを売っているお店としては、ヨドバシカメラとかビッグカメラのような家電量販店、それからカメラの北村や小出カメラのようなチェーンのカメラ店、それからチェーンではないカメラ屋さんでも売ってます。どんなフィルムを買えばいいのかっていうことなんですけど、ざっくり言えばメーカーは富士フィルムかコダック、種類はカラーネガフィルムというものを買えば OK です。具体的な銘柄としては、富士フィルムなら、富士カラー100かスーペリア400。コダックなら、カラープラス200かゴールド200。あと、映像には映ってないんですけど、ウルトラマックス400っていうのもいいですね。この5種類が定番です。フィルムの値段ですけど、お店にもよるんですけど、2021年の6月現在で、市場価格が一番安い、コダックカラープラス200の36枚撮りの場合、1本あたり700円台からという感じです。フィルムの値段は、チェーン店ではないお店の方が安い印象がありますね。今映ってる映像はビッグカメラなんですけど、小さいカメラ屋さんだと700円台で買えることもある、コダックカラープラス200が840円で売られてますね。それから、カメラとフィルム以外に買うものとしては、まずストラップ。今回はジャンクについてきたものを洗って使ってます。ストラップは新品だとだいたい800円くらいから。それからカメラの北村とか中古カメラ屋さんで中古を買うと300円くらいからあります。そしてレンズキャップ。今回は私の家にあったものをつけちゃったんですけど、新品だとヨドバシとかビッグなら300円くらいからあります。レンズキャップはキャノンとかニコンのようなブランド品よりもロゴがない社外品の方が安いです。今回はたまたまサイズが合うものがなかったのでニコンのものをつけてしまったんですけど、ちょっとキャノンのカメラにニコンのキャップをするのはダサいのでテープでロゴを隠して使いました。というわけでカメラを掃除してストラップをつけて準備ができました。早速買ってきたフィルムを入れます。箱からフィルムを出して、フィルムケースからフィルム本体を出してフィルムを入れていきます。プラスチックのフィルムケースは撮影済みのフィルムをお店に持っていくときに使えるので捨てないで取っておきましょう。はい、カメラにフィルムを入れました。こういった感じの、だいたい1990年代以降のモーターで動くカメラの場合、フィルムの先を引き出して、裏蓋を閉めるだけで自動でフィルムを巻き上げてくれるので簡単です。大事な注意点として、一度フィルムを入れたら、撮影が終わって巻き戻されるまで裏蓋を開けてはいけません。もし開けるとフィルムがダメになってしまいます。ほとんどのカメラには特にロック機構がないので、不安な場合は裏蓋を開閉するところの上にマスキングテープなどを貼っておくといいでしょう。これで撮影準備ができました。早速撮影に行きましょう。それじゃあ街の中を歩いて撮影していきます。
ィルム1本分36枚の撮影が終わって、フィルムが自動で巻き戻されました。これで撮影終了です。もしもっと撮りたい場合には、巻き戻されたフィルムを取り出して、次のフィルムに入れ替える必要があります。取り出したフィルムは、お店に現像に出すまでの間、もともと入っていたフィルムケースに入れておきましょう。撮影が終わったら、お店で現像してもらいます。現像してもらえるお店としては、家電量販店やチェーン店だと、ヨドバシカメラやビッグカメラ、カメラの北村や小出カメラといったお店。それから、富士フィルム系列のパレットプラザというお店もチェーン店の一つですね。もちろん、チェーン店以外にも現像できるお店があって、フィルムで撮る写真にこだわってるお店っていうのも各地にあります。それじゃあ、現像しにお店に行きましょう。今回は、新宿のカメラの北村で現像してもらいました。どうして北村にしたのか、理由は後で話します。店内の撮影ができないので、再現映像で解説すると、こんな流れになります。まず、お店のカウンターで現像をお願いします。このフィルム、現像お願いしたいんですけど。かしこまりました。当店では、このようなコースを用意していますが、どうされますか？フィルムを現像するとき、同時に、スマホやパソコンで見られるデジタルデータにしてもらったりとか、紙にプリントしてもらったりすることができます。最近は、初めてフィルムカメラを使う人も多いので、こういう感じで、それぞれのコースの合計金額を、あらかじめわかりやすく、表にしてるお店も多くなりました。現像とスマホ転送でお願いします。かしこまりました。今回はフィルムを現像してスマホに転送するコースにしました。値段はだいたい1900円です。ちなみにデータ化には他に CD に焼き込むコースもあってちょっと安いんですけど、当然ですけどパソコンがないと読み込めないので不便です。値段はどうされますか？返却しますか？はい。ここが大事なポイントなんですけど、値が、つまり現像が終わったフィルムの本体はぜひ返却してもらいましょう。ネガは返却でお願いします。かしこまりました。今、16時40分なので、18時10分に仕上がります。この伝票を持ってお越しください。わかりました。ありがとうございます。これで現像の注文が終わりました。この時、こういう伝票が渡されます。後でネガを取りに行く時、この伝票が引換券になるので、なくさないようにしましょう。それから、現像とかデータ化の代金は、この時ではなくて、後で受け取る時に払います。現像にかかる時間なんですけど、お店の中にある機械で現像している場合、だいたい1時間半から2時間ぐらいです。ただ、お店の閉店時間間際だと、翌日受け取りになることがあるので、ちょっと注意が必要です。一方、お店の中に機械がなかったりとか、特殊なフィルムを使っていて、外の現像所へ送る必要がある場合には、5日から2週間ぐらいかかります。はい。受け取り時間になったので、お店に戻ってきました。すいません。さっきフィルムを現像に出したんですけど、ありがとうございます。こちらのフィルム、現像出来上がっております。代金は1872円になります。ここでお金を払って、現像ができたフィルムを受け取ります。画像データですが、こちらの QR コードをスマホで読み取ってダウンロードしてください。わかりました。ありがとうございました。フィルムを受け取りました。現像が終わったフィルムは、こういう袋に入って返却されてきます。カメラの北村の場合、袋に QR コードの印刷された紙が貼り付けられています。スマホのカメラで QR コードを読み取ると、ダウンロードページにアクセスすることができます。実際にアクセスした画像を見ると、こんな感じです。データ化された画像を確認して、ダウンロードすることができます。北村のサービスの場合、保管期間は3ヶ月になっているようなので、早めにダウンロードしておきましょう。ちなみにこのページ、この動画を作るときにパソコンでアクセスしてみたんですけど、パソコンからも開くことができました。パソコンからだと、ZIP でまとめてダウンロードできて、ちょっと便利でした。今回、実際に撮影した写真、見ていくと、こんな感じです。
というわけで、これでカメラを買って、撮影して、現像してもらって、受け取るまでの流れは完了です。写真のスマホ転送の方法がお店によって違うので、もう少し解説を続けますね。今回、現像に出す方法をカメラの北村で紹介したのは、スマホに転送するサービスが使いやすかったからです。それじゃあ、他のお店だとどうなってるかっていうと、まず、ビッグカメラは、現像が上がってきた時に、その場でデータ転送してもらいます。ただ方法が違って、QR コードじゃなくて、スマホの端子にカードリーダーを挿して、お店のカウンターで、その場でスマホに直接データを転送します。この時、スマホにファイルマネージャーのアプリがインストールされてないといけないことがあるので、ちょっと戸惑うことがあるかなという印象です。次にヨドバシカメラなんですけど、ヨドバシはお店のカウンターで聞いてみたところ、ビッグカメラに比べるとちょっと不便かなという印象でした。新宿のヨドバシの場合だと、CDA のデータ化なら、当日その場で受け取りができるみたいなんですけど、スマホへ直接データをダウンロードしたい場合は、外の現像所へ送ってるみたいで、5日くらい経たないとダウンロードできないっていうことでした。それから、パレットプラザ。パレットプラザは、QR コードを読み取ってダウンロードページにアクセスする方法で、カメラの北村と大体同じですね。使いやすいです。それともう一つ、チェーン店で小出カメラの場合は、ちょっと他のお店は実際に使ったことがあるか、お店のカウンターで質問したんですけど、ここだけはウェブサイトの情報がソースになるんですけど、小出カメラも北村と同じように QR コードを読み取ってダウンロードする方式ということです。フィルムカメラで撮った写真のスマホへのデータ転送は、ヨドバシとかビッグといった量販店よりも、カメラの北村とかパレットプラザ、小出カメラといったカメラ屋さん、写真屋さんの方が使いやすい傾向があるなと感じました。最後に、ネガを返却してもらった方がいい理由について話します。最近はデータ化だけしてネガを捨ててしまう人も多いようで、お店でもネガを返却するかしないか聞かれることが増えたんですけど、返却してもらって撮っておくことをお勧めします。理由は、この現像したフィルム、ネガっていうのは、フィルムの写真の元データそのもので撮っておくと、より綺麗にデータ化したり、紙にプリントしたりできるからです。例えば、今回データ化してもらった写真のサイズって、横が1818ピクセルなんですね。これって実は、この動画の左右、1920ピクセルよりも幅が狭いんですよ。でも、実はフィルムの性能ってそんなもんじゃなくて、きちんとしたスキャナーで取り込んだりとか、デジタルカメラで複写したりすると、かなりの解像度を持っているんです。気に入った写真を、もっと綺麗にデータ化できる、紙にプリントできるポテンシャルがあるので、現像してもらったフィルムは絶対に撮っておいた方がいいです。というわけで、フィルムカメラを買って、撮影して、現像するまでの流れを見てきました。こうやって口で説明するとちょっと長くなってしまうんですけど、実際はカメラさえ手に入れてしまえば、あとはそんなに難しくないと思います。今回はとにかく安くということでハードオフで買ってみましたけど、失敗なく写真を撮るなら、中古で買う場合、保証付きのものを買った方がいいと思います。ぜひ、フィルム写真楽しんでみてくださいね。ありがとうございました。オブスクラでした。